ウエストが気になる方は一緒に5回やってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででん、バランスボールを使ったウエストを引き締める腹筋を紹介しようと思います。ウエストを引き締めるには腹直筋ではなく腹横筋と外腹斜筋がターゲットになります。上半身を寝た状態で膝を倒して、手は頭の後ろに置いて外腹斜筋を使うエクササイズもあるんですけども、動かす幅がとても狭くてですね、あとは上体を起こすことが難しいです。とにかく難しいです。初級中級の方には足を寝かした状態で上半身を動かすっていうのは結構困難ですので、今回は足を動かすウエストを引き締める腹筋を紹介します。では説明していきます。寝た状態でボールの真ん中をくるぶしで挟みます。膝はまっすぐ伸ばさずに少し曲げた状態で行っていきます。ボールをまっすぐよりもしっかり回した状態です。真横よりもさらに回してください。その状態でボールを上げ下げしていきます。反対も一緒です。真横よりもさらにひねった状態で外腹斜筋を収縮させて動かしていきます。これを一緒に5回ずつ左右行っていきましょう。1 2 3 4 5。反対も行きます。息をしっかり吐きながら外腹斜筋をしっかり縮めてください。2 3 4 5。お疲れ様でした。どうでしたか？これはやった人にしかわからない、たったの5回でもしっかり効きます。上半身をね、動かす外腹斜筋よりも断然収縮が大きいですから、上半身をね、動かすパターンって本当に少ししかね、動いてなくって、足をしっかり動かすパターンはしっかりね、ウエストをキュッとね、引き締められます。もちろんサイドレイズ、こういったやつとかサイドクランチもありなんですけども、今回の方がしっかり効かすことができます。なかなかウエストのね、くびれがこうできないよって方は今回の動画がおすすめだと思います。ということで、今回はバランスボールを使った外腹斜筋を使うウエストくびれ腹筋でした。勉強だった方、頑張った方はよかったらコメントとグッドボタンよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.